カリカチ実験船は、かつて、日本国有鉄道ネムロ本線新内駅付近から、新徳駅付近の配線を利用した、国鉄の実験船である。1977年撮影のカリカチ、峠東側斜面の空中写真。画像左下の道路が、U 字型にカーブしているところの右上、道路脇に駐車場がある地点が、カリカチ峠。そこから、北東方向へ、 国道38号の南側を並走して、ヘアピンカーブを描きながら、峠を下っていく、眠る本線の配線区間跡が確認できる。画像中央のゴルフ場付近が、新内駅で、そこから、先の区間が、仮価値実験線区間であった。1977年撮影の10枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。根室本線、落合信頼新内新徳間にはカリカチ峠があり、急勾配と急曲線が多く、カリカチトンネル内での蒸気機関車の売園など輸送の障害となっていた。これらを解消するため、新カリカチトンネルを含む新線が建設され、同区間は1966年9月30日に切り替えられた。 新内駅を含む急線は営業廃止されたが、新内付近新徳館については実験線として再利用されることとなり、その整備がされた。まずは当時頻発した脱線事故の原因究明や研究のため、無人の実験列車を走らせて、実際に車両を脱線させる実験が行われた。新徳側から機関車の牽引で入線した実験列車は新内側まで進み、 下り勾配を利用して、と放される。様々なパターンで蘇生された、実験列車の先頭には制御車としてマヤ40型が、連結され、無線で、ブレーキ操作や連結機解放、映像やデータの測定と送信を行った。1969年7月1日に行われた、試験の例では、わら1型貨車9両、測定車2両の前後を、 ディーゼル機関車2両で挟み込み、峠の勾配を降りながら、機関車のブレーキ制御で、過車列を圧縮状態にさせ、競合脱線の発生状況を調査が行われている。一部区間のレールには、様々な歪みが設定され、そこを通過する後続車の車輪の挙動や、脱線の瞬間はマヤ40の搭載カメラによって、逐一記録された。 実験線の新徳駅手前には1万1に備えて安全側線が設けられたほか、脱脂式トレインストッパーも設置され、営業線に実験車両が棒進むしないように対策が取られた。また、新線との分岐部は営業列車が速度制限を受けたり乗り心地を損ねることがないように、分岐側の線路を高くして実験線に入る車両が営業線を乗り越える特殊ポイントが使用された。 脱線実験の後は、車両火災実験、振り子車両と台車の研究と開発、橋梁のたわみの実験など、各種実験とそのデータ収集も行われた。その後1979年に廃止され、線路も撤去された。現在は、新徳駅付近から新内駅付近までの多くの区間が遊歩道として整備され、急線時代の橋台など、 歴史的価値が高いものも残っている。また、実験で使用した無線鉄塔もそのままとなっている。実験に使用した無線により、近隣農家のテレビ放送に障害が出たものの、その農家は、実験に非常に協力的で、昼の1時間と夕方5時以降だけテレビを見られればよい。と言って、それ以外の時間帯にはそのまま実験をすることを許可してもらった。 この実験に関わっていた京都に交代は、この体験から、後のリニア実験線の場所選定において、できるだけ人口密集地を避けた場所に建設することを希望し、宮崎県に建設されるきっかけになったという、ありがとうございます。